初代バーリー男爵、ウィリアム・セシルは、イングランドの政治家、帝神、貴族。シューダー朝最後の女王エリザベス一世の即位から、晩年に至るまでの重臣。40年にもわたって、彼女を補佐し、エリザベス朝のイングランドの国政を主導した。国王秘書長官や、大倉卿などを歴任。エリザベス朝後期から、スチュアート朝初期に、 国王秘書長官を務めた初代ソールズベリー伯爵、ロバート・セシルは次男である。また、ビクトリア朝皇期に3度にわたって、イギリス首相を務めた第三代ソールズベリー公爵、ロバート・ガスコイン・セシルは10代後の子孫である。エクセター公爵家とソールズベリー公爵家の共通の先祖にあたる。1520年に、ジェントリの息子として生まれる。 ケンブリッジ大学セントジョン・カレッジやロンドンのグレー、放送院で学ぶ。1547年に、庶民院議員に選出されて、政界入り。ヘンリー・パスーの国王秘書長官、トマス・クロムウェルに抜擢されて宮廷に仕えるようになり、エドワード6世の摂政初代サマセット校、エドワード・シーモアや初代ノーサンバランド校、ジョン・ダドリーからも信任されて、地位を維持し、1550年には、 国王秘書長官に任じられた。続くカトリックのメアリー一世の下では感触につくのは避けた。1558年にプロテスタントのエリザベス一世が即位すると、再び国王秘書長官に任じられた。就任早々国王史上法と礼拝統一法の議会通過に主導的役割を果たした。一方で、この頃問題になっていた人口増加による社会不安にも、 対処、職人法や給品法制定による失業対策と貧民保護を図った。議員の貨幣改中で貨幣の価値回復を図り、様々な産業奨励も手掛けた。1559年から1560年にかけて女王にスコットランド出兵を行わせ、1560年のエディンバラ条約によって、スコットランドからフランス軍を撤収させるとともに、 スコットランドの国境をカトリックからプロテスタントに変えさせることに成功した。1561年には高検裁判所長官となり人事権を掌握した。ハンセシル派、ハンエリザベス派によって企てられた1568年の第4代ノーフォーク公トマス・ハワードとメアリーの結婚計画や1569年の 北部諸公の乱が鎮圧されたことで、セシルの権勢は強まった。1570年にはエリザベスがローマ教皇から破門されたため、カトリックによる反エリザベス陰謀が増え、1571年にはフランシス・ウォルシンガムによってリドルフィン謀事件が摘発された。この事件を理由にセシルとウォルシンガムは女王にノーホーク公を処刑させた。1571年に、 バーリー男爵に除され、貴族院議員となった。対スペイン外交では、主戦派のオルシンガムや初代レスター博、ロバート・ダドリーに対して彼は平和派として、スペインとの開戦に反対した。女王も1585年までは、セシルの助言を入れて、スペインとの開戦を避けた。1572年に、病のために、国王秘書長官を辞し、大倉京に転任。 剣役に励んで、王子の財政改善を目指した。1590年に、国王秘書長官ウォルシンガムが死去すると、次男ロバートをその公認にしようとしたが、女王が反対したため彼自身が、国王秘書長官の職務を代行した。ロバートと共に政務を取り、やがて国務のすべてはセシル親子が牛耳っていると、評されるようになった。またこの頃から、 女王の長身の第二代エセックス博、ロバート・デバルーと対立を深めた。1596年には、次男ロバートを国王秘書長官に就任させることに成功したが、1598年に死去した。実務能力の高い人物だった。熱心なプロテスタントであったが、反カトリック一辺倒ではなく、宗教的柔軟性を持っており、 それがエリザベスとの共通点であった1541年にメアリー・チークと最初の結婚をし、彼女との間にエクセタ、伯爵、公爵家の祖となる長男トマスを設けた。1546年にミルドレット・クックと再婚し、彼女との間にソールズベリー伯爵、公爵家の祖となる次男ロバートと第17代オックスフォード伯爵、エドワード・ドビアーの妻となるジジュアンを設けた。 1520年9月18日、リチャード・セッシルとその妻ジェーンの長男として、リンカンシャー・バーンにある母方の実家で生まれる。ヨーマンだった祖父デビット・セッシルは1485年のボズワースの戦いで、チューダー朝の子祖ヘンリー7世に味方、これが縁となり、リンカンシャーに居住し、ヘンリー7世に仕えた。父リチャードは、富裕なジェントリであり、また王室に、 自称担当の区内官として使える人物だった。リンカンシャースタンフォードで育ち、地元の学校で学んだ後、14歳の時の1535年に、ケンブリッジ大学セントジョンカレッジに入学した。ケンブリッジ在学中に、エドワード王子の家庭教師ジョン・チークの教えを受け、彼の妹ウェアリー・チークと結婚したが、彼女は、長男トマスを産んだ2年後に死去している。またマシュー・パーカー。 ニコラス・ベーコンなど大学で知り合った人々は後に、セシルに協力して、政治、宗教問題にあたり、セシルも修正彼らと、緊密な関係を保った。大学に対する思い入れも深く、1559年から1598年の死去まで、ケンブリッジ大学学長を務めた。1541年に学位を得ないまま、ケンブリッジ大学を退学し、 ロンドンのグレー放送院に入学した。1546年にはチークと同じエドワード、王子の家庭教師、サー・アンソニー・クックの娘ミルドレッドと再婚し、彼女との間に、次男ロバートと娘二人を設けた。1547年に、スタンフォード選挙区から庶民院議員選挙に出馬して、当選し、政界入りを果たした。宮廷内においてもヘンリー・パッセイの時代に、 国王秘書長官、トマス・クロムウェルの目に留まって、秘書官に抜擢された。続く、ヨー・エドワード六世の時代にも五国教の初代、サマセット公、エドワード・シーモアに目をかけられ、秘書官を務めるが、1549年のサマセット公の失脚に巻き込まれて一時ロンドン島に遊兵された。しかし、サマセット公に代わって、権力を握った、初代ノーサンバランド公 ジョン・ダドリーからも実務能力を高く評価されていたため、1550年1月に釈放され、再び秘書官となった。1550年9月には国王秘書長官に任命された。同時に、数密顧問官にも列する。1551年10月にはナイトに除せられた。また1550年からエリザベス王女の領地調査管理官となり、これがきっかけで、 エリザベスからも実務能力を高く評価されるようになった。1553年のエドワード6世の崩御後、ノーサンバランド公がメアリー王女を無視して、ジェーン・グレーを女王に擁立しようとした。セシルは不本意ながら、ノーサンバランド公の計画に同意した。しかし、メアリー王女の放棄を知ると、ノーサンバランド公を見捨てメアリーのもとに馳参じている。メアリー女王の即位後、 セシルは国王秘書長官を辞することになったが、メアリー・女王自身はセシルの能力を高く買っており、彼に感触を与えたがっていたが、セシル自身が宗教の違いを理由に配置したという。しかしブリュッセルで数機教、レジナルド・ポールを出迎える外交任務は引き受けている。また1555年にはリンカン・シャアの治安判事にも就任している。左からセシル。 エリザベス女王、ウォルシンガム1558年11月に、メアリー女王が崩御し、エリザベス一世が即位した。即位後、エリザベス女王はただちに、セシルを国王秘書長官に任じた。この際にエリザベスはセシルに、以下のような直後を与えたという。私は帰械を数密顧問官を呼び、国王秘書長官に任命する。私と王国のために全力を尽くすよ、この直後を。 与える貴家は収賄汚職にまみれることなく国家に対して忠実であり私の意志に反してでも最善と思う助言を与えてくれるであろう私が内密に知るべきことがあれば貴家は私だけに知らせるであろうし私もそれを我が胸に秘めるであろうエリザベス女王がハットフィールドハウスの大広間でセシルにかけた言葉1559年1月に エリザベス女王即位後の最初の議会が招集され、エリザベスとセシルはイングランド国教会のプロテスタント化を推進する国王史上法と礼拝統一法を議会に提出した。同法案は庶民院を通過したものの、貴族院でカトリック聖職者の反発を受けて否決された。女王とセシルは法案を軟化させる修正を行い、1559年の 復活最後に招集された議会に法案を再提出した。国王史上法では、ヘンリーパスセイ時代の国王史上法の主張という表現を統治者に変えることで君主が教会について万能ではないことを暗示し、カトリック聖職者に受け入れやすくしていた。また、礼拝統一法では、使用を義務づける国教会共通祈祷書について、 プロテスタント的な1552年版のものをより、曖昧にして、広範な信徒に受け入れやすくしていた。こうした処置により、国王史情報は、大きな反発なく可決され、礼拝統一法も、わずか3秒差ながら、なんとか貴族院を通過させることができた。ヘンリーパッセイが実行した、金貨、銀貨の貨幣改中は、貨幣価値を下げる、悪いのため物価投機を招き、 国民生活に深刻な影響を与えた。貨幣の信用が低くなったため外国取引でも使用が拒否された経済危機の最中、1560年頃に友人のトーマス・グレーシャムの要請を受け入れて銀貨の質を良質なものに戻す改中を進め、1562年までに銀貨改中を完了して貨幣価値を回復させた。様々な産業奨励も手掛け、 漁業奨励や火薬自給を図り、銅の採掘、造船に対する補助金支給、港湾整備、外国人技術者の移住奨励などを行った。1571年に割利子を10%まで合法化する法も成立させている。16世紀はイングランドの人口が2倍に膨れ上がるほどの人口急増で、社会不安も増大、貧富の差が拡大し食料が急騰。 難民が生み出された。囲い込みがそれに拍車をかけ、難民の反乱の可能性が警戒される中、セシルは社会、経済問題に取り掛かった。実際はニコラス・ベーコンなど、名誉や多くの専門家に問題を検討させ、その協議に委ねたため、セシル自身の活動は、はっきりしないが、彼の主導で法案にまとめられ、1563年に、 議会へ提出され修正と負荷が重ねられた末、職人法が成立した。12歳から60歳までの男子の雇用と7年間の年期奉公を義務付け、賃金と地域ごとの労働時間を地方の治安判事に委ね、奉公人の理由のない解雇、辞職を認めない、この法は自由経済を抑制したが、失業者を強制的に就職。 特に農業へ従事させることで生産を高めるとともに、社会安定にもつながり、以後200年にわたって、イングランドの産業の重要部分を、規制し続けることになる。また、貧民保護として、すでに地方で実施されていた対策を調査、検討し、全国に拡大する方針を取り、都偵法の時と同じくベーコンら専門家集団と、議会と検討を重ね、1576年の、 給品法成立にこぎつけた。税金で失業者の仕事場を提供、老人、病人のための施設も用意することを定めた。給品法はセシルが亡くなる年の1598年に修正、拡大され、1601年の改正を経てその後のイングランドの福祉政策の基本となった。セシルは1559年よりスコットランド情勢に注目しており、 スコットランドセッメアリ・オブ・ギーズに対するスコットランド国民の反乱を煽る工作活動に努めてきた。セシルの強い信言を受けたエリザベースは1559年末から1560年にかけてスコットランドの反乱を支援する出兵を行った。途中撤兵を考えたエリザベースをセシルは辞職をちらつかせてでも本意させて出兵を強行させた。 その結果、エディンバラリース要塞のフランス軍を大敗させることに成功した。1560年6月にはセシル自らエディンバラへ向かい、和平交渉にあたり、エディンバラ条約を締結した。これにより、フランス軍のスコットランドからの撤兵、リース要塞の解放、スコットランド女王メアリーが、イングランド女王を名乗らないことなどが取り決められた。 さらに8月には、スコットランド議会が国境をカトリックからプロテスタントに変える決議を出した、公権裁判所を描いた絵画、中央が長官ウィリアム・セシル。1561年には公権裁判所長官を兼務し、死去まで同職に在職し続けた。これは、 人事権を掌握する重要なポストであり、当時の最高ポストであった大倉卿の全改定の地位とみなされていた。女王の長身ロバート・ダドリーの推進で1562年からその翌年にかけて実施されたユグノー援助のフランス出兵には強く反対した。結局この出兵は失敗したため、セシルのレスター博に対する優位が確立された。しかし、レスター博はその後も、 女王の寵愛を受け続けたため、宮廷内でセシルと県政を2分する派閥の領収であり続けた。1568年12月、ネーデルラントで反乱鎮圧にあたるアルバ港への軍資金を乗せた、スペイン船が悪天候というグノー派海賊の追跡から逃れるためにイングランド南岸に寄港する事件があったが、これを知ったセシルは女王に進言してこの船に積んである。 軍資金をすべて没収させた。これに対抗して、アルバコーがネーデルラントにいるイングランド人を逮捕してその財産を没収すると、エリザベスもこれに対抗して、スペイン人とフランドル人の財産を没収した。この一連の騒ぎでイングランドとスペインの関係は決定的に悪化したため、イングランド国内でもセシル批判が高まった。反セシルの機運が高まる中、 1569年には、セシル排除の計画が、イングランド亡命中のスコットランド前女王メアリーと、ノーホーク公トマス・ハワードの結婚計画と合わせて、盛り上がりを見せていた。ノーサンバランド博、トマス・パーシーやウエストモーランド博、チャールズ・ネビルラ・カトリック北部諸公と、中英スペイン大使が、この計画の中心であり、メアリーも、前向きだった。 旧廷内のセシルのライバルである、レスター博も一時この計画に協力していた。しかし反セシルだけではなく、反エリザベス職も強い計画だったため、後に、レスター博は計画から手を引いた。ノーフォーク校も手を引こうとしたが、ノーフォーク校は1569年10月に、ロンドン島に遊兵された。 カトリック北部諸公は11月に反乱を起こしたが、スペインが援軍を送らなかったため、失敗に終わった。この北部諸公の乱によって、セシルの権勢はむしろ強化された。1570年2月に、教皇ピュース5世がエリザベスを破門したため、以降イエズス開士など、カトリック宣教師がイングランドに潜入してきて、反エリザベス防御を行うようになった。セシルはすでに、 フランシス・ウォルシンガムのもとに秘密警察的な情報組織を完成させており、女王暗殺防御は即時に取り締まった。1571年にはリドルフィン防事件を摘発した。これは強硬に忠実なフィレンツェの銀行家、ロベルト・ディ・リドルフィが中心になって立案した計画で、ネーデルラントのスペイン軍をイングランド南岸に上陸させ、 それに乗じて、ノーフォーク公とメアリーが反乱を起こし、二人が、イングランドとスコットランドの王位について、カトリック信仰を復活させるという計画だった。セシルとオルシンガムは、陰謀の中心人物として、ノーフォーク公を逮捕させ、裁判にかけて死刑に処し、中エスペイン大使にもイングランド退去を命じた。1571年2月25日に、バーリー断尺に除され、 貴族となった。これまでセシルは議会の庶民院においても庶民院運営を巧みにリードする存在であったが、貴族に助せられたことで貴族院議員に転じることになった。以降の庶民院運営の主導権はウォルシンガ村に移ったが、彼らはセシルほど円滑にやれず、特許権などをめぐって政府と議会の対立が激化していった。スペインとの緊張が高まっていく中、 宮廷内では、レスター伯やウォルシンガムが対スペイン主戦論を唱えたが、セシルは開戦に慎重で、エリザベスもセシルの助言に従って1585年までは、スペインとの戦争を避けた。ちなみにセシルとレスター伯は敵対関係だったが、セシルとウォルシンガムは戦争についての意見が食い違いながらも、敵対的な関係ではなく、むしろウォルシンガムは最重心。 セシルの保管者のような存在であり続けた。1572年4月に重病にかかったため、秘書長官職を辞した。代わって同年7月に大倉教に任じられた。大倉教として王子を預かるようになったバーリー教は王子の貯蓄に励んだ。倹約の努力を重ねて、 スペインとの海戦が不可避となった1584年までに、王庫は30万ポンドの貯蓄を持つようになった。だがスペインとの戦争により1590年までには、この貯蓄は消えてなくなった。その後、バーリー卿は再び倹約の努力をして1590年代半ばまでに13万ポンドを貯蓄したが、共作で1596年以降に、再び減少し、 いよいよ大領地を売却していくことを余儀なくされた。エリザベスとバーリー卿は、倹約一辺倒で、現在の収入源の増収を図ることや、関税以外の向上的税収を議会に認めさせる努力を怠った。議会の議決による臨時収入はそれまでは、戦時限定だったが、エリザベスとバーリー卿は、平時でもそれに期待せざるを得ない、困窮状態に置かれていた。 抜本的財政改革をしようとせず、小手先の倹約だけでしのごうとするエリザベスとバーリー教は結局、後世に大きなつけを残すことになった。それに最初に苦しんだのはバーリー教の息子ロバートであり、彼は1610年に議会で大契約を提案して財政改革を行おうとするも議会から否決されるという浮き目にあっている。これとは別に、 バーリー卿はアイルランドにも目を向け、ウォルシンガ村と共に南部のマンスターへ植民計画を推進。1586年にイングランドのジェントリーやアイルランド駐在の管理、軍人へ土地を分配しそこの入植を担当する植民受け置い人を募集した。一方で不法占拠されていたアイルランドの横領地を回収すべく、王への時代納入と引き換えに、 王領地の借地権を認めるとした提案を呼びかけた。その際不正防止に様々な対策を施したが、リチャード・ボイルは役人を抱き込んで大量の王領地を不正に安く手に入れ、他の借地権保持者から権利を買い取り、アイルランド税一の大地主にのし上がり、バーリー教のアイルランド対策は失敗に終わった。バーリー教と息子、ロバート・セシルを描いた絵画、 1590年に国王秘書長官を務めていたウォルシンガムが死去した。バーリー卿は次男ロバートを後任に据えようとしたが、エリザベスが弱年すぎると難色を示したため、国王秘書長官職はしばらく空席のままで、バーリー卿が国王秘書長官の職務を代行することになった。しかし、バーリー卿とロバートは常に一緒に仕事をしていたので、1591年秋頃には、 国務のすべてはセシル親子が牛耳っているとまで、評されるようになったというこの頃から、女王の長身であるエセックス伯、ロバート・デバルーとセシル親子の対立が深まった。エセックス伯爵はエリザベスと血縁関係があり、また野心的な美男子だったため、女王や国民からの人気が高かった。特に都市とその選挙区における彼の人気は絶大であり、 セシル親子の牽制さえも脅かすものがあった。1593年の法務長官の人事問題や1594年の女王ジーロドリゴ・ロペスの事件をめぐって両者は鋭く対立した。また、スペインとの戦争をめぐってはエセックス博が主戦派だったのに対してセシル親子は和平派だった。1596年7月には息子ロバートが 国王秘書長官に任命された。1598年8月4日午前5時に78歳で死去した。エリザベス女王即位から40年にわたって女王を支え続けた人生だった。バーリー男爵の爵位は長男トマスが継承した。バーリー男爵、ウィリアム・セシルの肖像が博覧狂気の人物で、しかも長時間に及んで仕事のできる忍耐力を持った人物だった。 彼の元には1日に100通近い単願書が届いたが、夜のうちに目を通し、朝までに全てに返事を書いたという。メモまでもあり、膨大な量の微暴録を残した。その微暴録は、ソールズベリー公爵家のハットフィールドハウスに保存されており、当時を知る重要な記録となっている。彼は、他の多くのケンブリッジ大学卒業生と同様に、革新的プロテスタントであったが、 熱狂的カトリックのメアリー女王の下ではカトリックを巡報するなど日和み的なところがあった。カトリックとプロテスタントの対立が激しい時代にあって、そうした宗教的柔軟性を持っている点がエリザベス女王との共通点であった。セシルは1595年3月13日付の息子ロバートへの手紙の中で女王に助言することが許される場合は反対されても、 自分の意見を変える必要はない。それは神を冒涜することになるからだ。私はまず第一に神に姿勢を尽くさねばならない。しかし進化として私は女王の命令に従う必要がある。女王の命令に逆らうのは賢明ではない。女王が神の代理人であることを考えれば、女王の命令に従うことは神のご意志であると思うからだ。と女王に使える心構えを説いている。一方、 エリザベス女王の方は、セシルほどの名祭章を持つ君主は私以外にはいないだろうと自慢していた。またエリザベスから私の精霊と呼ばれていた。1571年2月25日に以下の借を新規に与えられた。1541年にピーター・チークの娘メアリーと結婚し、彼女との間に以下の一子を設ける。メアリーとの死別後、 1546年に、サー・アンソニー・クックの娘、ミルドレッド・クックと再婚し、彼女との間に、以下の三子を設ける。エリザベス一世を、主人公にした小説でも、即位前の危ない時期に、今、宮廷に来ると危ないと警告したり、現在の政治情勢についての情報をまめに届ける、などの役割で登場することが多い。1998年のイギリス映画、エリザベスは、 彼がバーリー男爵に除されるとともに、宮廷から退けられたかのように描いているが、事実ではない。セシルは1572年に、病気のために国王秘書長官を辞しているが、大倉教に転任して1598年の死去までエリザベス女王最大の側近として宮預かえした。次男のロバート・セシルとウィリアム本人を合わせた、セシルズが、 エリザベスの愛人がと書く大きな勢力となる宮廷で、それに対抗して宮廷を二分する勢力であったとする小説もある。エリザベスの生涯変わらぬ恋人だったとする小説もあるが、この小説は後書きで、エリザベスの恋人であるというのは全くの創作であると断っている。ありがとうございます。